おはようございます。今日はですね、2月11日の朝5時22分の相場解説になりますけども、大きく動いた後っていうのはやっぱりね、こう小康状態になるっていうか、ボラティリティが落ち着いちゃうんですよね。で、今日はそんな感じかなと思うんですよ。で、今日明日ちょっと見てみるとね、まあ若干バイの方に動くんじゃないかなっていうふうに昨日申し上げたんですけども、急に動き出すというよりも、今回はちょっとこう小康状態でブレイクを待つのかなってとこですね。ちょっと画面を切り替えてみますけども、デイリーからね、見てみますね。デイリーは、あと一旦これやりましょうか。こういう風に来ていたものが、ここでブレイクしてね、105円の方向に向かったら、ゾーンで跳ね返って、今、ここにあるわけですけども、ここがね、ちょっと小康状態に入り始めるんではないかなってとこですね。ボラティリティがね、落ち着くんですよ。激しい動きの後っていうのは必ずそうなるんですね。で、ここら辺で、まあ、小康状態って感じですね。そこまではほら、こう、ズバーッと動いていたわけなんですけども、ちょっと動きがなくなって、この後ね、どこまで横ばい状態になるかわかんないですけども、おそらくブレイクして、こちらを超えていくんじゃないかなっていうところで見てます。だからね、これ右肩上がりになるんですよね、全体的に見ると。4時間は。で、1時間の方を見てみましょうか。あれ ?1 時間。はい。1時間ですね。1時間ですから、だーっと下に行ったのが、まあちょっと横ばいなのかなと思うんですよね。ボラティリティが落ち着いたでしょ。だからここみたいなもんなんですよ。ここもズバッといった後、ちょっとまあ横ばいぐらいになって、ブレイクして下の方でしょ。まあ、こういうふうに、ボックスからボックスに動く、まあ何度も言いますけども、我々はここを取っていくわけですからね、ここ。で、今後の動きですけども、これが105円の方向に再度向かうのかなと思ってます。だいたいね、105円を割って104円に入った時に、104円の700あたりで、まあ、落ち着くんじゃないかなってことを前回お話ししましたけども、104円の700、まあぐらいでしょ、今。今104円の636ぐらいですから、まあ、外れたとも言えないかなってことですね。まあ今日はそのぐらいですかね。特に言うことはないかなと。倍の方向に向かう直前の、まあ小康状態かなっていうふうに見えてますね。はい。私はこれからね、倍の方に向かうと思うんですけどもね。まあ全体が右肩上がりですから、4時間見ると。で、やっぱりこう、ずっとね、右肩下がりだったデイリーの、チャートがあるじゃないですか。あそこからブレイクアウトして、ここから、やっぱり右肩上がりに全体的には変わっていくと思うんですよね。まあ今までの、なんですかね、チャートを見ていての、まあ、その、勘というかね、勘ですね、これはね。大体こうなってるなって感じです。あそこでブレイクアウトして、まあトレンドラインをこう逆目に回ったら、まあもうあとは右肩上がりになるわけですよ。デイリーを見ていくと、もうわかるかなってことですね。あとはね、変化に合わせて、ロスカットを受けたら、エントリーの方向を変えていくっていうところですかね。全体的にもう倍に入ったなと。ずっとセルの時代終わって、これからしばらく倍に変わると思っています。バイデンだけにバイデンということ。バイデンじゃないかなというところでございますね。お後がよろしいようで。